ちは、かすみんです。はい、サニーイベント3回目。そう、キャブレターを探せというお題をもらって、もう頑張りすぎて、もう見てこのペラペラな感じ、もうちょっと年季入ってるでしょ。残すところ OER だけなんですよ。もうソレックス、ウェーバー、SU、純正キャブはクリアしました、見つけました。なので私はもうあとこの OER を見つければ帰れるの、帰れるの。よくない？嬉しくない？ OER、 はい、 OER 一緒に、 OER、 はい、 OER、 イエーイ、行ってきます。イエーイ、イエーイ、イエーイ。次どれにしよっかな、どれにしよっかな。これも綺麗だけど、おお、これ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 、赤赤赤。赤、綺麗だな、すごい。お話聞いてみていいですか？オーケー。オーダーさん、オーダーさん。いたいたいた、お兄さん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 。イエーイ。あのね、今ね、タブレターを探してるの。見せてください。タブレター、うん、はい。じゃあちょっと待ってます。はい、キャブレター、はい、キャブレター、それ、キャブレター、はい、キャブレター、はい、はい、あ、オープンの儀式が始まります。どうぞ、オープンでーん。どれだ、自分の何も変えてないんで、うん、ノーマルのキャブレター。ノーマルってことはこれから純正キャブかっこノーマルに当てはまるのかな。そうです。へえ、今日てか今回せあれ、ね、取材した中で 2代目、あ、2代目か。調子はバッチリ、調子はバッチリ、走る、元気よく走る、元気よく。おお、そうなんだ。これ何年生まれの車？これは平成2年生まれの。平成2年。でもお兄さん若いよね。いや、これ29です。でも他の仲間たちにね、話聞いて聞いてきたみんなからしたら若いじゃん、やっぱりね。今までみんな割と言ってたじゃん。そうなんだ。サニー好きなの？サニー大好きです、ね、大好き。これサニー乗って1台目。1台目です。1台目、じゃあ大事に乗らなきゃね。そうですね。お兄さんの許可をもらったので乗ります。え、サニトラ乗るの初めてなんだけど。すごい、サニトラ初めて乗ったね。私初めてだよね、サニトラ乗るの。あ、またこのくるくる回転式だし、これいつもね、いつもね、定番のね、くるくる式。そうか、あれ、あ、そっか、サニトラだからさ、後部座席ないんだ。見える？ここさ、じゃあ2人しか乗れないってことだよね。2人乗り？3人目乗りたくなったらどこ乗るの？2台でも2台乗したら怒られちゃうよね、警察にね。あー、じゃあ2人乗りか。じゃあデート専用だね。そうですね。これでデートするの？デートします。おー、サニトラで迎えに来る彼氏ってすごいね。どれにしようかなー。 OER を探さなきゃいけない。 OER、 OER、 ででん、これだ。はい、はい、お、お兄さん、お兄さん、ほわほわしてるお兄さん、髪の毛でほわほわしてる、気持ちいい。これの、この車のオーナーさんね。うん、これはサニー、クーペ、はい、クーペ、サニークーペ、かっこいい、サニーさんみたいな、はい、ね、かっこいい。で、今実は番組の企画でキャブレターを探せっていうお題が出てるんですけど、見せてもらってもいいですか？はい、イエーイ。オープン、オープンでーん。どれ、これだ、これは何のキャブレター？ソレックス、ソレックス、ソレックスだ、はい、ソレックス、3代目。あ、すみません。いや、いいんだよ、いいんだよ。いいんだよ、かっこいいから、はい、そうか、なんでさ、3人クーペにしたの？い
や、前サニートラック乗ってて、おお、サニートラ乗ってたんだ。でたまたまこれがあったんで、うん、乗り換えたっていう感じですね。サニーが好きなんだね。もう一目惚れです。一目惚れしたんだ。はい、はい、そうです。これ何年生まれのサニーと、あ、サニークペ。1977年。はい、お兄さんが中見ていいよっていうのでちょっと中見ましょう。待って、まず椅子、癖の強い椅子レースレース仕様だよね、これ完全に。まあ座りやすいのかもしれないけど、守られてるしね、ここね。うわー、座ってみて。え、座っていいの、お兄さん、いいの。はい、これでも前まで見たことあるの。よいしょ。あ、乗りにく、何これ、乗りにく、乗りにくマジ。これさ、ねえ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 、私お尻大きいけどさ、はいはい、めちゃめちゃ窮屈なんだけど。そうですね、これもガッチリ体ホールドするんで、ちょっとガシってなってる、はい、そうね、動けないもん、もうやべえ、やば、乗りにくこれは消火器。あ、そうです、はい、消火器、消火器なんている車に。あ、もう最初いつもいるか分かんないで、初期消火でシュート、はい、降ります。え、コツは。いや、もう足から出してひょいっと行く感じでこれマジさ、よいしょ、うわ、うん、演技じゃないからね、マジだからね。これあれだよ、本当にお尻大きい女の子さ乗れないから。そうですね、ね、女の子乗ったらかっこいいですけどね。まあ確かにそうだけどさこれでも確かにこんなかっこいい車でデートを迎え来てくれたら惚れるよね、確実にねはい、ありがとうございます。あ、ね、さあこれね、これ番組のステッカーなので、はい、あ、記念に、ありがとうございます、はい、ぜひお願いします。はい、すみません。国際記者学園シャトーブ、OER がない、 OER がない、 OER がない、あと1個なのに、だってもう時間ないんだよ、私今からライブなのに。オレンジのいい車、お兄さん、はい、キャブ何ですか。キャブ OER、 聞いた、今聞いた、 OER、 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 OER が見つかった、 OER が見つかった、ありがとう、ありがとう、ありがとう、 OER の人です。お兄さんにオープンザドアしてもらおう。ドアじゃないや。オープン。で、で、ここ今。すごい。はい。映して。OER。すごい。やっと見つかった。最後のね、OER だけが見つからなかったの。あ、そうだった。そう。何の企画なんですか。これね、そう、キャブレターを探せててね、今日5個見つけてこいってね。ああ。そう。お題出されてたんだ。で、OER だけ見つからなくて、お兄さんもつけたわけですよ。ああ、そういうことですか。そう、 OER、なんで OER なんですか。っていうか、まあ、本当はソリックスが良かったんだけど、うん、まあ、中古だと、うん、まあ、それなりに壊れちゃうのもあるだろうし、ちょっとお金出せば新品が買えちゃうから、え、
他にさ、お兄さんのさ、この車のここは見せたいみたいな自慢のポイントとかないの？まあ、エンジン自体はノーマルなんですけど、うんうん、そうだ、タコ足入れて、あとデスビデオフルターに変えて、うん、オイル変えて、うん、まあ、そのぐらいですね。なんか難しくて何言ってるか分かんない。これを変えたってこと、うん、純正じゃなくて、うん、これを変えて、うん、これも変えて、うん、お兄さんが好みで変えたってこと？まあ、それの方が点火がいいんで。へー、何年生まれの？これは昭和53年生まれかな。このさ、塗装がすごい可愛いのはさ、お兄さんの好み？まあ、いや、買った時からこの色だったんだけど、多分元色はこの色で、このシルバー、多分こう色が分かれてるから、うんうん、多分この色に前の人が塗ったんだと思うんだけど。へえ、そうなんだ。じゃあそのまま譲り受けたって感じ？譲り受けたって。じゃあちょっとオーナーさんの許可が出ましたので、再び塚田が運転席に座りたいと思います。ぶつけそうで怖いな。よいしょよいしょ、おっとっとおっと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 、うわーすごーい、なんじゃこりゃ。なんかこれが何？それが燃圧計。燃圧計？燃料の圧力を測る。これが？それがタコメーター。タコメーター？何言ってんだ。はい、ではこれ番組のステッカーなので記念にプレゼントです。はい、取っといてください。これ検索してみてください、番組を。ああ、なるほど。そうそうそう。じゃあ YouTube で。さあ YouTube で検索したてます。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございました。というわけで、これ OER クリア、つまりコンプリート。いや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 、これで私帰れる。今日はね、サニーまたいっぱい見れて、サニーのこと詳しくなれたかな、少しは。だからね、キャブレターとは何ぞやとね、お最初分かんなかったんだけど、要するになきゃならんものですわ、命。だからさ、ところでさ、ちょっと文句あるから言っていい？いつもさ、私ばっかじゃん、この番組。もう第1回からかな、ずっと。いや、私にも他の仕事あるし、スケジュールってもあるし、今日だってこれからライブ飛んでかなきゃいけないの。そろそろさ、ちょっと新しいさ、新人っていうかリポーターさ、見つけてほしいんだよね。ちょい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 、待て、美少女って今書いてあったよね。美少女って何？私はゆるキャラ。私も美少女って呼んでよ、私も美少女って呼んでよ、呼んでよ、呼んでよ、呼んでよ。なんで離れてた、ちょっと追いかけるよ、私は。そう、次回はね、4月かな、イベント板車天国、まあ、板車の、今度は板車なんですよ。今回はサニーでしたけど、次回は板車を取り上げまして、新人リポーターが2人、美少女が2人来るのかな、らしい。次回こうご期待ですね。どんなリポーターをしてくれるのか。私みたいにポンコツリポーターかもしれないし、めちゃめちゃ優秀なさ、喋りも上手くてさ、盛り上げれる子かもしれないし、わかんないじゃない。だから絶対チェックするべき。ということで、特捜記者学園初等部、今回もありがとうございました。かすみんでした。バイバイ。